キラリちゃん、キラリちゃん、ねえ、何してるの？あつまり一緒にいるんだからお話ししてよ。いや、お話ってなんだよ、桃太郎かよ。せっかくうち遊びに来たんだからさ、お話ししようよ。確かにキラリがなんか寂しいとかなんかそんな感じのニュアンスの LINE 送ったけど、でも家来いとか言ってないし。かわいい、キラリちゃんかわいい。普通にキモい。明日さ、日曜日だから映画行く？ネットフリでいいじゃん。せっかくだからデートしようよ、デート。え、デートとかまず何すぐなんだけど。聞いたことないんだけど、うちらの世代でダイエットしようとか。キラリは20歳じゃん。ねえ、トモヤは37じゃん。わかる？このジェネレーションギャップ。ジェネレーションやばいよ、マジで。ジェネレーションギャップ。だって、キラリが生まれた時にトモヤ17歳だよ。やばいです、普通に。関係ないでしょ、年の差。赤ちゃんと付き合ってんだよ。そう言うと、まあそうだけど。明日、レストラン行こう。景色がいいところ知ってるから。ズズーかよ。別に普通マックでいいわ。夜景が見えるレストラン知ってるからさ。ねえ、トレンディドラマの世界観とはそれ。そんなことないって。いねえか、そんなところで飯食ってるやつ。予約してくれたの？これから？予約した。また、言ってもいいけど。ほんと？でもキラリ浮くからさ、なんかはずいじゃん。なんかトモヤはさ、別にいいとか言うけどさ、キラリ的になんかそういう場所でなんかトモヤとこういう真面目系の見た目の人と一緒にいるとなんか浮く感じあるからはずいんだよね。洋服買ってから行こう。どこで？じゃあ伊勢丹で綺麗な洋服買ってから行こう。いや、想像漫画かよ。想像漫画で金持ちの男になんか気に入られてなんかお前プロデュースしてやるよみたいなやつあるけど、それ美容院も行こう。ほら、それじゃん。そのやつあるじゃん。はっ、これが渡すっていうのあれじゃん。渡す。え、なにバカにしてたの？そんなわけない。キラリの喋り方バカにしてたの？そんなわけないじゃん。もうキラリ嫌になっちゃった。あ、ごめんごめんごめん、全然そのバカにしてるとかじゃないよ。あ、じゃあバッグ買ってあげる。マンションの一室。いらねえよ、そんなん。キラリこのアパートで満足してんだよ。ここキラリの城なんだよ。ここ以外に城作ってもしょうがないだろ。てかキラリさ、腹減ったからさ、なんか買ってきてよ。ああ、じゃあコンビニとかある近く。うん。メロンパンと、いちごディオンと、なんかサラダチキンだけな。サラダチキンのスモーク。オッケーオッケーオッケー。え、コンビニは近くにある？うん、なんかドア出てガチャッとして、で前へずっと進んで、右行って、また右曲がって、あ、ちょ、右、後ろ？右、後ろ？右、後ろ。右、後ろ。マギシロ。あ、誰そいつ？マギシロって言ってたよね。マギシロの看板とかがあるの。誰の看板だよ、それ。いや、あの、マギシンジの師匠。は？誰？マギ？マギシンジの師匠、マギシロ。でっかくなっちゃった。え、すまれた？知らないんだ。とりあえずさ、買ってきてよ。じゃあ、ちょっと行ってくる。ちょっと待って。え？やっぱちょっと寂しい。かわいい。え、違うよ、別に。寂しいっていうか、ちょっと怖いやつアマプラで見て、それでなんか、一人が怖かっただけ。触んな。キラリちゃんさ、なんで僕と付き合ってくれたの？普通にホスト行くのやめて、で暇してるなってなって、でそのタイミングでなんか昔の友達とかなんかいろんなやつに会って、でなんか結婚するとかなんか妊娠したとかそういう話聞いて、じゃあキラリもそういうなんか普通の恋愛、なんか普通に順序がある恋愛みたいにしてみたいな、みたいな思って。で、そのタイミングでなんか、トモヤが現れて、付き合ってってとかいいよ、みたいな感じ。誰でもよかったってこと？え、別に誰でもじゃないよ。なんか、キモくなくて、臭くなくて、で、金とか盗まないやつだったらよかった。結構いると思うけど。なんか普通の恋愛ってしたことなかったから、なんか、あ、こんなんか、みたいな気持ちが正直でかんない。あ、こんな感じなんだ、みたいな。あ、思ったより、
なんか精神の安定とか保たれないんだなみたいな、これはこれだよみたいな感じ。僕は初めてキラリちゃんをお店で見た時、ああ天使だなって思った。はぁ、キラリちゃんどこが天使なの？羽が生えて見えた。いや、キラリ真っ黒だから。僕にはもう真っ白に見える。いや、女に幻想を抱くなよ、マジで。キラリちゃんは間違いなく天使。え、何を思って、何を思って。Just now。 なんかさ、ナイキのやつってさ、そういう感じのさ文言を書いてあるよね。 Just do it。 意味はまだキラリわかんないけど。だからさ、もう歌舞伎町とかにはこれから行かないでほしい、二度と。まあ、それは正直でわかんないけど、とりあえずは行かないぞ。Just do it。 ん？これから一緒に大崎で暮らそう。うん、別にいいけど。違う、ここ。ごめん。この辺。柔らかい。本名はキラリじゃなくてマリコ。